エーテルだまりやアカシアが増えたせいで外での活動はさらに難しくなってきたな。助けを求めるベアラーがまだまだいるんだ。弱腰になってられないぞ。帰ってきたか、クライブ。カンベルの様子はどうだった？ああ、実は。そんなことがあったとは。ひとまずみんな無事でよかった。しかし、お前が探してるエンタープライズの部品とやらに心当たりはないな。前の隠れ家から回収したものはどこに？使えそうなものは再利用して、私物なんかは遺品として演者に渡した。シドの私物もミドに渡しといたからな。あるとすれば工房だとは思うが。わかった、念のため調べてみよう。エンタープライズの部品とやらに心当たりはないな。シドの私物があるとすれば工房だとは思うが。エンタープライズの部品とやらに心当たりはないな。シドの私物があるとすれば工房だとは思うが。リオン殿下のような正真正銘の王子様もいいけど、さすらいの芸術家、吟遊詩人もいいわ。でも歌うことにしか興味ないのね。私がこんなに思ってるなんて気づきもしないんだから。アンバーやラザロガインはエーテルだまりに沈んだって話だ。それじゃあもう人は住めないのね。ミドのやつ、エンタープライズとやらを完成させたのかな。この前デッキにあった部品を見ただろう。きっとすごいのが出来上がってるさ。これはシドの研究記録か。何やら難しいことが書いてある。他を探そう。こんにちは、シド。何かお探しですか？エンタープライズの部品を？すみません、思い当たりませんね。引き続きこの工房で研究を続け、隠れ家での生活に役立つ品々を作っていきます。シド、期待していてくださいね。シドのタバコ入れだ。さすがにこれではないだろう。シド、カンベルが襲われてるって聞いたよ。造船所にいるミドは無事なのかい？これは確かシドの部屋に置いてあった人形だな。なんだ、人形の底から紙切れが。シドの宝物。
まさかそれがエンタープライズの部品？ミドが初めて作った装置。オットーなら何か知ってるかもしれないな。クライブ、手がかりは見つかったのか？教えてくれ、オット。ミドが初めて作った装置とは何だ？初めて作った装置？ああ、あれだ。オーケストリオンさ。ミドがいくつの時だったかな。音楽を奏でる装置ってんで、シドもみんなも大層驚いたもんだよ。それがどうした？どうやらその中に、シドが宝物をしまったようだ。探している部品かもしれない。ほう、そいつは面白いな。オーケストリオンはラウンジにある。調べてみるといい。オーケストリオンはラウンジにある調べてみるといい。何の用かな？知りたいことは？人物についての講義か？情勢の変化を見ていこう。今回の講義はここまでだ。またカンベルに戻られるのですか？どうかお気をつけください。カンベルが大変なことになってるんでしょ？ミドたちは大丈夫なのかしら？シドがついているもの、心配いらないわよ。あら、クライブ、帰ったの？
なんだか調子が良くなさそうね。無理しちゃダメよ。クライブ様、お顔色が優れないようですが、大事ありませんか？私は隠れ家の皆様によくしていただいていると、ジョシア様にお伝えください。変だね。うん、やっぱり変だよ。テト、クロ、どうした？シド、大変大変。オーケストリオン壊れちゃった。どういうことだ？たまに音が出たり、たまに音が出なかったり。ほら、お前たち何かしたのか？何もしてないよ。全部いっぺんに聞こうと思って、全部いっぺんに選んだだけ。こうやって。ほら。ほらって。調べてみるから、そこをどいて。何か引っかかってるみたいだな。シド、治る？オーケストリオン、治る？ちょっと待ってろよ。よし、これでどうだ。音が鳴った！治った！でも、これ知らない音、知らない音が鳴った！シド、すごい！聞き慣れない音楽だな。オーケストリオンに引っかかってたこいつを取り除いたら鳴り始めたんだ。当たりだよクライブ。それがシドの宝物だ。以前奴が見せてくれたのを思い出した。夢のための最後の一片だと言ってたな。夢か。ミドに渡してやれクライブ。そいつがエンタープライズの部品だろう。ああ、わかった。シドの思いと合わせてミドへ届けよう。二人とも、ちょうどよかった。タルヤじゃないか。どうした？今しがた、ザンブレクの王子様が出て行ったわ。ディオン・ドゥ・サージュが？さっきまで寝てたのに、ちょっと目を離した隙に。世話になったって書き置きを残してね。オボルスの話じゃ、小舟を買い取って自分で漕いで行ったみたい。そうか。彼も一国の世継ぎだ。きっと考えあってのことだろう。あんたがそう言うならいいんだけど、それにしてもまだ傷も癒えてないのに。王子様ってのは無理するのが好きなのかしらね。ジョシュアには伝えておくよ。それじゃ俺はカンベルへ戻る。気をつけてねクライブ。みんなによろしくな。お前も無茶するなよ。隠れ家に戻ったついでだ。十分に支度をしてから出発しよう。
ケストリオン、治ってよかったね、クロ。またいっぱい聞けるね、テト。何か用かい？うん、うん。だけど、じゃあね。ワンちゃん、トルガルとどっちが強いの？ワンちゃん、トルガルとどっちが強いの？ブラックソーンって近寄りがたいのよね。一旦慣れちまえばなんてことねえよ。案外面倒見のいい人だぜ。植物の種も近頃は仕入れにくくなったね。仕方ないわよ。ここでの採取方法を工夫していきましょう。こんにちは、シド。モーガンビアードの件でご相談がありまして。ここで育てると言っていた花だな。何か問題でも？ええ、生育自体には成功したのですが、花付きや根の張りが野生種に劣ることが分かりました。おそらく黒の一帯の環境に適応しきれないのでしょう。それで一つ試してみたいことが。なんだ、言ってみろ。獰猛な植物の魔物モルボルを素材に新しい肥料を作ろうと思うのです。モルボルは厳しい土地で生き抜くため、その根に多くの栄養分を蓄えていると言います。強靭な個体であればその気根一つで幾日も生存できるとか。お願いです、シド。強靭なモルボルの気根を持ち帰っていただけませんか？わかった、協力しよう。ありがとうございます、シド。ちょうどロザリアで強靭なモルボルを目撃したとの知らせが入っています。詳細についてはサロンのリスキーモブ掲示板に貼り出されているはずです。ああ、確認しておく。それではよろしくお願いいたします、シド。ロザリアで目撃されたという強靭なモルボルの気根を持ち帰っていただきたいのです。詳細はリスキーモブ掲示板に貼り出されているはずです。よろしくお願いいたします、シド。マーテルさんとケネスさんに音楽でも聞かせれば葉っぱがさらに元気になるかも。
ブラックソーンって近寄りがたいのよね。歴史に興味があるなら、カンベルが大変なことになってるんでしょ。くれたんですね。支援品の確認ですね。今お渡ししますね。時々覗きに来てくださいね。クライブ、この前は世話になった。実はまた困っていることがあってな。もしかしてまたブラックソーンのことか。ああそうなんだ。俺は以前外の任務の補修である指輪をもらったことがあってな。あまりに綺麗だったんでブラックソーンに見せたんだが、それを見た途端急に不機嫌そうに黙り込んじまってよ。怒らせることをしたつもりはないのに、何が悪かったのやら。頼むクライブ、もう一度手を貸してくれないか。仕方ない、こうなったらとことん付き合おう。助かるよ。とにかくまずはブラックソーンから話を聞いてみよう。ああ、先にあいつのところへ行ってるぜ。タルヤの方が倒れてしまう。クライブ、ちょっと相談したいことがあるんだ。どうかしたのか。最近ベアラーの患者が一人運び込まれてね。タルヤが休みも取らずに見ているんだ。僕が代わると言っても自分が見るって聞かなくて。ただでさえ医務室の仕事も忙しいのに、このままじゃタルヤの方が倒れてしまうよ。クライブからも休むように説得してくれないか。ああ、俺から話してみよう。よかった、クライブ頼んだよ。タルヤのことが心配だ。クライブからも休むように説得してくれないか。タルヤ、話を聞いたぞ。休みも取らずに患者を見ているそうだな。ロドリゲも心配している。一度休息を取ったらどうだ。ありがとうクライブ、でも心配しなくても平気よ。この人のことはどうしても見ておきたいから。知り合いなのか。ええ、ちょっとした顔見知り。この間偶然運び込まれてね。石化が進んでてもう長くはないの。最後くらい苦しまずに行かせてあげたいけど。
痛み止めも効かなくなってきた。何かいい方法はないのか。そうね、エリシア薬を使えば。待ってくれタルヤ、本当にその薬を使うのか。彼を楽にしてあげられるのはもうそれしかないの。ロドリグ、あんたも協力して。わかったよ。クライブ、エリシア薬は備蓄がないんだ。今から材料を集めて作らないといけない。その材料集めに協力してほしい。わかった、いいだろう。ありがとうクライブ。この時期ロストウィング近くの裏山道にマイトリングって魔物が出る。そいつから魔中眼を取ってきてくれるかい。クライブ、助かるわ。エリシア薬の材料をお願いね。助かるわクライブ、エリシア薬の材料を頼むわね。歴史に興味があるなら、書庫で本を借りたらどうだい？頼むぜクライブ、ブラックソーンから話を聞いてみてくれ。なんだクライブ、またオーガストと一緒か。いつからお前までそんなおせっかいになった。昔からさ、オーガストに聞いたぞ。あいつの指輪を見るなり不機嫌になったそうじゃないか。なあブラックソン、機嫌を直してくれないか。俺が何か悪いことをしたんなら謝るからさ。そんなんじゃねえ、指輪を見て少し昔を思い出しただけだ。昔を？ブラックソン、話してくれないか。なんでお前たちに昔話をせにゃならん。なあ頼むよ。まったく、話せばいいんだろ。あの指輪を作ったのは俺の兄弟弟子だ。名をゾルターンという。兄弟弟子なんていたのか。喧嘩別れして以来何十年も会ってないが、昔とは比較にならんほど腕が上がってるが、俺にはわかる。あれは間違いなくゾルターンの打ち方だ。指輪を見て驚いたよ。かなりの値がついてもおかしくない。確かあの指輪をくれた人も高価なものだとは言ってたが。しかも家事の腕だけじゃなく細工のための彫金まで身につけるとは。今の俺にこれほどの指輪は作れねえ。それが悔しかっただけさ。あんたはこの隠れ家の鍛冶師だ。
誰かと腕を競うものでもないだろう。だからだよクライブ、ここで作っているのはお前たちの命を預かる装具。ただ鉄を打つだけじゃダメなんだ。身につけるもの一つ一つに俺も命を懸けなきゃならねえ。だからこそ誰かに負けるなんてことが許されないのさ。特にあんな片手まで家事をしてたような奴にはな。ブラックソーン、その兄弟弟子に会ってみたらどうだ。今更会って何になる。話してみれば何かつかめるかもしれない。あんたは俺たちのために一心に装具を作ってくれている。そんなあんたに俺たちも答えてやりたいんだ。それに家事に命を懸けているなら兄弟弟子に会うことくらいなんてことないだろう。そうそう、変な意地なんて張らずによ。俺たちも一緒に行くからさ。わかったよ。よし、決まりだな。ゾルターンだったっけ？その人は今どこに？俺の故郷だ。ドラボズって村でオサをしてる。ドラボズっていや、コラバ牧地の北にある村だな。タボールからならそう遠くないはずだ。よし、クライブ。後でドラボズの前で落ち合おう。俺はブラックソーンを連れて向かうからよ。ああ、そうしよう。また後でな。ドラボズはコラバ牧地の北にある村だ。タボールからならそう遠くない。クライブ、後で村の前で落ち合おう。支度はできてるか。俺の兄弟弟子ゾルターンは故郷のドラボズって村でオサをしてる。まあ今さら村に帰ったところで会ってくれるとは思えねえがな。頑張れよ。歴史に興味があるなら書庫で本を借りる。カンベルが大変なことになってるんでしょ。
Yeah!
しても確かに強靭なモルボルだった。いや、クライブ、いい品が揃ってるよ。いい選択だ。持ってきな。もういいのかい。ブラックソーンって近寄りがたいのよ。植物。お帰りなさい、シド。モルボルの気根は手に入りましたか？これで大丈夫か？分厚い表皮にぎっしり詰まった器官、これなら栄養も豊富に違いありません。ありがとうございます、シド。早速新しい肥料を作ってみますね。見てください、シド。モーガンビアードは野生種に劣らないほど花つきがしっかりして根も強く張ってきました。他の草木にも効果が見られます。すべてシドのおかげですよ。役に立てて何よりだ。そうだ、シド、お礼にと改めて精油を作ってみたんです。あの花の生命力が強まったおかげでしょう。以前よりも薬効が増したようです。どうぞお持ちください。あなたの助けになりますように、シド。モルボルの気根から作った新しい肥料のおかげで草木がよく育つようになりました。お渡しした精油もより高い薬効を示すはずですよ。あなたの助けになりますように。黒の一体ってことを忘れるくらい花いっぱいで素敵な場所ね。いい香りの花ですね。花びらをしおりにできないかな。ブラックソーンって近寄りがたいのよ。歴史に興味があるなら。お前たちはマスターについていけないんだ。さあ、こちらに。
後のことは頼んだぞ。ええ、お任せください。クライブ、今まで世話になったな。黒騎士が嗅ぎ回ってる以上急がなきゃならん。俺はこれから用事を済ませに行く。お前とは悪い付き合いじゃなかったよ。もちろんシドともな。俺にもあんたの辛さは理解できる。だが復讐を遂げたところで、俺は最後まで成し遂げる。これが俺の生きてきた意味だからだ。ここはロストウィングはどうする？もともとこのために作った村だぜ。その後はどうなったって構わんさ。村の同志たちも最後まで共に戦う。皆覚悟の上だ。とはいえ同志の中には戦えない連中もいる。子供や老人、石化が進みすぎたベアラーたち。さすがの俺もそいつらまで巻き込もうとは思わねえ。ベアラーの居場所は少ない。村がなくなれば生きていけなくなるだろう。そこでだ、クライブ、最後に一つ頼みたい。戦えない同志たちをお前の隠れ家で引き取ってくれないか。いいだろう。助かるよ。最後まで面倒をかける。連中はゴールトン農場に集めてある。迎えに行ってやってくれ。わかった。これで片野にも降りた。始めるとするか。暴えよ、クライブ。戦えないベアラーたちはゴールトン農場に集めてある。迎えに行ってやってくれ。俺はこのまま村に残ってるベアラーを探す。それがここでの最後の仕事さ。終わり次第俺もマスターたちに合流だ。やっと一緒に戦えるよ。ゴールトン農場へ向かおう。ベアラーたちが待っている。時は来ました。皆さん行きましょう。さあみんな、私たちも急いで出立の支度をするよ。ここは歩きの方がいいか。
これが魔中眼だろう。隠れ家のロドリグに届けよう。ここにいるのは簡単に集められたベアラーだな。彼に頼まれてお前たちを引き取ることになった。隠れ家まで案内しよう。そうか、あんたのところに。面倒をかけるね、シド。俺たちはみんなマスターに命を救われた。だからその思いを遂げてもらうために生きてきたんだ。マスターはこの戦いが終わったらきっと死ぬつもりだろう。でもあの人が決めたことなら最後まで成し遂げさせてあげてほしい。それが俺たち同志全員の思いだ。ああ、分かってるよ。おーい、なあ、村のみんなはどこに行った？まさかもう先に。ああ、とっくにマスターと共に出たはずだが。くそ、行き違いか。何があった？ああ、俺はマスターの仇が潜む古い屋敷を偵察してたんだ。奴が飼ってたのは黒騎士だけじゃなかった。凶暴な魔獣まで手なずけてたんだよ。あんなもん俺たちじゃとてもかなわねえ。このままじゃ村のみんなは犬死にだ。急いで帰ってきたってのに。そんなマスター、頼むシド、マスターを助けてくれないか。あの人が思いを遂げる前に死なせたくはないんだ。すぐに向かう。その屋敷はどこだ？ここからずっと東の森にある天明館ってところだ。お願いだ、マスターを死なせないでくれ。マスターの仇が潜んでるのはここからずっと東の森にある天明館って古い屋敷だ。頼むシロ、マスターを助けてくれ。あの人が思いを遂げる前に死なせたくはないんだ。僕もマスターに助けてもらったのにまだ恩返しができてないんだ。シド、お願い、マスターを助けて。
よし、行こう。はっ。似合わなかったのか。カンタン、無事か？ああ、俺だけはな。だが、同志たちはもう連中のおかげでここまで来れたんだ。あと少し、あと少しだってのによ。ここは俺に任せてあんたは行け。だがお前を思ってついてきた大勢の同志が死んだんだ。彼らの犠牲を無駄にするな。つまり、さあ来い。俺が相手だ。今すぐに片付けてやる。
魔獣は片付いた。あとは やったのか。ああ、奴め、泣きわめきながら許しを請うてきやがった。迷わず首を切ってやったさ。俺はこのためだけに生きてきた。このためだけに村を作り上げ人を集めた。何年もかけてな。こんなもんか。本懐を遂げたところでこんなもんなのかよ。人一人殺すためだけにこんなに多くの同志を。簡単。マスター！ああ、マスター、無事でよかった。お前なぜここに。あんたのことが心配で。そうだマスター、大変なんだ。ロストウィングにエーテルだまりが。なんだと。俺のロストウィングが。あれは黒騎士。俺たちと入れ違いでロストウィングを襲ってたってのか。逃げ遅れはいないだろうな。待て、母さん。こいつら。このままじゃ簡単がアカシアに。こいつらを倒すのが先か。
どこにいる。カンタ、しっかりしろ。おい、まだアカシアになってない。今なら。気がついたか、カンタ。ロストウィングはどうなった？エーテルだまりに沈んだ。そうか。これで正真正銘、空っぽってわけだな。やっとのことで果たした復讐も、虚しいだけだったよ。マスター、安静にしていないと。大丈夫だ。何年もかけて築いた村も一瞬で消えちまった。俺はなんでまだ生きてやがる。なんてことを言うんだ。俺たちを人として扱ってくれて、生きる場所を与えてくれたあんたが。僕、マスターにはもう会えないと思ってたんだ。マスターの用事のことはよく知らなかったけど、きっとそれが終わったら帰ってこないんだって。でもマスターは帰ってきてくれた。これからも僕たちのマスターだよね。やっぱりあんたは生きなきゃいけない。俺たちを生かしておいて自分だけ死ぬなんて許せないからな。助かった村人はみんなここにいる。あんたが目覚めるのをずっと待っていた。水凶な奴らめ、何の得があって俺なんかを。だってマスター、僕たちは家族でしょ。家族。死んでいった同志たちもきっとそう思ってた。村で一緒に暮らしてたみんなは家族だって。ロストウィングが何だってんだ。マスター、もう一度村を作ろう。このブドウ畑にはまだ生きてる房もある。私たちはやり直せるんだ。もう一度。もう一度か。そうだな、悪くねえ提案だ。村の一つや二つ立て直してやろうじゃねえか。みんなでな。さすがマスターだ。お前らマスターはもうやめろ。これからは簡単でいい。家族なんだから。すまんなクライブ、家族は俺が養っていく。お前の頼みは聞かなかったことにしておくよ。結局お前には最後まで世話になりっぱなしだったな。礼ならうまいワインで十分さ。分かった、少し待ってろ。この村を立て直したらお前が飲んだこともない上等なやつをこしらえてやる。その時はいくらでも持っていけ。楽しみにしてるよ。見てろクライブ、村の一つや二つ立て直してやるさ。
それに俺を慕ってくれてるあいつらも守っていくつもりだ。家族ってのも悪かねえな。見てろクライブ、村の一つや二つ立て直してやるさ。それに俺を慕ってくれてるあいつらも守っていくつもりだ。家族ってのも悪かねえな。俺はカンタンと一緒に戦いはしなかったけど、これから一緒に村を立て直すことはできる。そのためなら何だってやってやるさ。みんなでカンタンを支えていきましょう。ええ、みんな生きてるんだもの、何度でもやり直せるわ。ロストウィングはきっと作り直せるよ。だって僕たちにはカンタンがいるからね。カンベルが大変なことになってるんでしょ。ミドたちは大丈夫なのかしら。シドがついているわ。お帰りクライブ。魔中眼は手に入ったかい？ああ、確認してくれ。ありがとう。これで間違いない。早速エリシア薬を作るよ。この薬はね、全身の感覚をなくす強い薬なんだ。最後には生きてる感覚さえもなくしてしまう。本当は使ってほしくないんだけどね。どう？
少しは楽になった。ああ、痛みを、まったく、暖かい光が見える。もう何も考えなくていい。どうかゆっくり休んで。ありがとう、タルヤ。立派になったね。終わったわ。ありがとう、ロドリグ。それにクライブも。僕は弔いの用意をしてくる。あの人はね、私の恩師なの。シドと会う前、私がまだ故郷で軍の看護兵をしていた頃のね。私の故郷は南にある小さな島で、当時すでに黒の一帯に飲まれつつあった。だからあの人は魔法を使わない治療、医者としての知識を私に教えてくれたわ。それで恩師か。エリシア薬はあの人が考えた薬よ。彼の理想はシドと近かったから。人が人として死ねる場所。でもベアラーたちにそんな場所なんてない。それで全ての苦しみから解き放たれて人に戻れる薬を生み出した。ねえクライブ、人が人として生きられる場所、あんたの理想を必ず実現させましょう。こんな悲しい思いはもう。ああ、成し遂げてみせる。ありがとうクライブ。クライブ、この箱を渡しておくわ。これは？あんたに必要な薬を詰めてあるの。ただでさえ怪我も多いんだから、せめてこれだけでも受け取って。ありがたくもらっておくよ。だがタルヤ、お前ももっと自分をいたわってくれ。ええ、わかってる。医者が病にかかったら元も子もないもの。お互い頑張りましょう。理想の実現までくたばるわけにはいかないんだから。まったくだな。人が人として生きられる場所、あんたの理想を必ず実現させましょう。こんな薬を使わなくていい日が来てくれることを心から祈ってるよ。シドの宝物をミドに渡してやれ。そいつがエンタープライズの部品に違いない。みんなによろしくな。
クライブ、ありがとう。なんとか行けそうだ。シドも喜ぶ。親子で設計した船がいよいよ出航だ。追いつけそうか。あっちは新型の大型船で足も速い。それにこの季節は追い風だ。これまでの船ならとてもじゃないけど無理だろうね。でもこいつは違う。こいつはエンタープライズだ。父さんのミスリル機関なら必ず追いつけるさ。期待してる。兄さん、バルナバス王について知ってることは？歌に聞くくらいだ。大陸から渡ってきた流れ者で、剣の腕一つで王にまで上り詰めたと。そしてオーディンのザンテス剣、あれは万物を切り裂くとも。だが今悩んでも仕方がない。まずはできることをしよう。兄さん、ガム、ここにいることがバレたか。リード、敵だ。え、時間を稼ぐ間に支度しろ。急げ。くっそったれ。総員配置につけ。ここで食い止める。Let's go.
片付いたか。みんな大丈夫？支度ができた。出航するぞ。ふん、乗ってやろう。待て。そんな奴は確かに。あの違和感はこれだったか。兄さん、奴は人じゃない。魔法で生み出された魔物だ。お前たちはこんな奴らと戦っておるというのか。まだいけるか。当たり前だ。誰に言ってやがる。わしとて王子は首狩りバイロンと言われた身よ。この有象無象ども一人残らず血祭りにあげてくれるわ。メイド、聞こえるか。船を出せ、今すぐ。え、むちゃくちゃだよ。ああ、もう祭りを急げ。全身微速だ。こいつらはアカシアを相手にするのと勝手が違う。みんな十分に気をつけて。何、巻き割りで鍛えた小屋を封じして一刀両断よ。ダイナミック。わかめ、どんだけ湧いてくるんだよ。逃げ場はない。やるしかないぞ。言われなくても分かってるよ。くそ、こっちだ、こっちだね。そこか。フライ
何の用？食事を出すだけでこの始末か。無駄なことを。お前はミトスの贄だ。おとなしくしていろ。整備を急げ！この間にもアインヘリアルが遠ざかるのを忘れるな！船を漕ぐなど何年ぶりか。お前と再会してからというもの、毎日が賑やかだよ。お前たちの敵というのはどんなに強大か分かった。これからもずっと奴らと戦っていくのだろう。はい。人が人として生きられる場所を実現するまでは。へえ。まったく、何かを決意した時のエルイン兄上と同じ目をしておる。わしが共に戦ったとて斧が一本、戦においては微力に過ぎんからな。ならばランデラの旧友を頼り、ダルメキア軍を動かして大きな力となろう。二人とも兄上の思い出話がまだまだあるんだ。わしが語り尽くすまで死ぬんじゃないぞ。いいな。分かってます。そちらもどうかお気をつけて。体をいとえよ、ジョシア。約束します、おじさん。待っておれよ、おいたち。必ず援軍を連れて戻るからな。じゃあな。しっかり漕ぐんだぞ。さあ、こちらが役目を果たす番だ。僕たちもしっかりしないとね。この山頂、なんてこと。大変。
てるならゼメキスの脇を通ってこの海峡に入る。私たちは今この辺り、エンタープライズの速度ならじきに追いつくはず。灰の大陸南部を迂回する進路は難所が多い上に南東の風だからまずないだろうね。奴らはカンベルを出た後北へ進路を取ったらしい。もうしばらく追いかけりゃ。アインヘリアルを捕捉。掴んだか。このまま前進前速。ミズリル機関を休ませるな。了解。兄さん。総員セットを用意。さあ大一番だ。引き寄せられたか、ミュートンス。お前と余人をつなげる思念の鎖。あの程度で断ち切れると思っていなかったが、以前にも増して強くなっているようだ。面白い。この斬鉄剣にどこまで耐えられようか。あれはまずい。
さないでくれ。なんてこった、一体どうなってしまうんだ。どうなってんだよ。
クソ、なんてざまだ。こんな船乗るんじゃなかった。しっかりしろ。話は後だ。手を。立てるか。ええ、大丈夫。かわした。フェニー。お前も火の粉の片割れなら、その力で足掻いてみせろ。大丈夫か。どうにか。あんな上に。フェニックスか。さて、死んではいないだろうよ。ミュトスを取り巻く試練、一筋縄ではいかないようだな。これでは御方も手を焼かれるはずだ。
この世界はほどなく黒に染まる。全ての生きとし生けるものは滅びを迎えるだろう。ああ、貴様の言う通りだ。だから俺は黒の一体を止めるためにマザークリスタルを破壊している。それがお前のなすべきことだとでも。世界が黒に染まるのは必然だ。神でさえその脅威に抗うことはできん。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。事態を受け入れろ、ニュートス。神と共に歩むのだ。断る。それでも俺は諦めない。まだ自我に振り回されるか。ならば今ここで己の天命というものを教えてやる。さあ、かかってこい。ジル、下がっててくれ。クライブ、でも心配ない、頼む。今度こそ貴様を倒す。よくもまあ吠える。だがそれほどにしつけ合いがあるというか。大した数字だ。このまま出現させるなら上げにも反撃を奪う。
どうした？もうしまいかね。クソ。クライブ。気づかぬか。お前の自我が自身の枷となっているということに。どういうことだ？ミュトス、召喚獣ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテマの。神の力は本来人の身には余るもの。わずかな光子で体を蝕む。最大限に力を発揮しようものなら人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざる者へと変貌していくのだ。召喚獣と。それほどに神の力とは兄弟。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながらそれによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された煮え。ドミナントたちを喰らい尽くし神の力を得る。それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ。今のお前は自我に飲まれ、ただ食らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り我が鎧を打ち砕くことすらできない。しかしそれを気に病むことはない。この世界の全ての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々についに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何？神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。全ての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない。そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。奴に生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響を。ならばその佐賀を使わせてもらおう。クライブ。残るドミナントはミュトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば手を出さずともミュトス自ら喰らうやもしれん。御方の意向とはいささか異なるが、それが役割であるなら許していただけよ。陸まではすぐよ。走り抜けましょう。ジル、行けるのか。長くは
持たないけどね。エンタープライズは飲み込まれていなかった。きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨ててアルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか。奴の言ったことが真実なら俺は人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしてもあなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。狂った力がたとえどんなものであれ、いつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り、救ってきたわ。違うの？だが多くの人も殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら。子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかもを抱え込んでもっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから一番大切なものを忘れてる。あなた自身よ、クライブ。今度は自分のために戦う。あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限りあなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。答え。クライブ、そんな。
あなたが。あなたが全て背負う必要なんて。ようやく分かったんだ。俺が背負っているもの、罪も思いも、その全てが俺自身を人にとどめてくれることに。またこうやって月を見よう、一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても私があなたを見つけるって。ありがとう。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。このあとすぐバルナバスを追う。いや、奴とはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきこと。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。
一度隠れ家に、まずは体勢を整えるんだ。そして万全に支度をしてから再びこの地。話を聞いたぞ、クライム。海が割れたってミドが大騒ぎしてた。みんなよく無事だったもんだ。なんとかな。エンタープライズはロズフィールド卿が？ああ、おじさんに預けてきた。ランデラ近くの港町で補修と物資の積み込みをしてもらっている。俺たちの支度が済む頃には出航できるだろう。あっちもアカシアの対策に追われてなかなか大変みたいじゃないか。人も魔物も次々とアカシアになってるらしい。おじさんも難儀していたよ。あの御仁のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておく。活動資金の借りもあるしな。すまない、頼む。ジョシュが治療を受けているはずだ。医務室へ行ってみよう。ロズフィールド卿のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておこう。ロズフィールド卿のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておこう。何か用かな。はい、どうぞ。よろしく頼むぜ。ジョシュア、具合はどうだ。もう大丈夫じゃないわ。いくら外傷が消えても体は疲弊したままなのよ。
召喚獣オーディンが相手だったんだ。全力じゃないと戦えないよ。でも歯が立たなかった。今生きてるのだって奴に手心を加えられたからに過ぎない。ジョシュア、悔しいよ。同じドミナントなのにこうも力の差を見せつけられるとね。ごめん兄さん、気弱になってる場合じゃなかった。原初のくさびが人を明石屋にするのなら少しでも早く手を打たなきゃ。それにきっと彼もどこかで戦っていると思うから。ここは。あ、待ってて。どうぞ飲んで。して明かりを船に乗せて御霊を閣僚にお送りしているんです。亡くなったおばあちゃんがそう言ってました。世界を蝕む悪しき存在、私もまたある手間の手駒にされたわけか。いや違うな、付け入られたのは私。これは全て私の罪だ。この罪を償わねば。怪我の具合は良さそうね。私の薬よく効いたでしょ。薬売りか。売り上げはあんまりだけど、毎日の食事はなんとか。すまぬ、今は手持ちが。いいえ、困った時はお互い様。行くの？ああ、世話になった。恩は必ず返す。気をつけて行ってらっしゃい、お兄さん。
フェニックス、今こそ我が翼を預けよう。ルサージュ卿、無事だといいが。兄さん、すぐにでも灰の大陸へ向かうんだろう。そのつもりだ。なら支度を急がないとね。どこに行こうが止めやしないけど、薬だけは欠かさず飲むこと。若様、いいわね。分かってるよ先生。話は終わったの？ミド、灰の大陸へはどれくらいかかる？エンタープライズの足なら数日ってところさ。ナルディア海域の詳しい海図をバイロンに用意してもらったからな。ただどこにつけるかが問題だ。そうね。灰の大陸にはウォールード王国がある。停泊しているエンタープライズを狙われたらひとたまりもない。となるとビビアンからウォールードの動きを聞いておいた方がいいな。大先生のところへ行くの？私も行く。その間僕は語り部と会ってくる。アルテマのことで聞きたいことがあるんだ。私も支度を始めておくわ。いろいろ必要になるでしょうから。若様、相当無茶してるわ。気をつけてあげて。分かってるさ。今度は灰の大陸、ウォールド王国か。あんたも本当に忙しいわね。と思ったらみんなボロボロ。何があったのかしら？敵に捕まったジルをシドが助けたんだって。さすがだよな。おかえりクライブ。いろいろ聞きたいとこだけど今はゆっくりお休み。すぐに出られるよう支度をしておくわ。何かあれば声をかけて。シドたちが帰ってくるとホッとするわね。でもシドの弟は具合が悪そうだったよ。大丈夫かな？ジョシア様、おかしいな。いやクライブ、いい品が揃ってるよ。いい選択だ。ちょうどいただくよ。最近の食事はどれも似たり寄ったりね。近頃は食料も手に入れにくいって聞いてる。外に比べればまだマシさ。一仕事してやろう。聞いたぜ。ありがとよ。どれが欲しい？
よし、できたぜ。また来いよ。戦いだったんだ。想像できん。シドだから切り抜けたんだな。オーガスト、どうかしたのか？ああ、こいつが通してくれないんだよ。何か入れない理由でも？今村の中でちょっと厄介事かな。よそ者は入れるなと村長から言われてるんだ。すまないな。相変わらず融通の効かないやつだなあ、鼻垂れビート。お前、まさかブラックソーンか？なあ、久しぶりだな。何しに来た？故郷に帰っただけだってのに、ずいぶんな言われようじゃねえか。ゾルターンに会いに来た。そこを通せ。村長に。いいか、決して揉め事を起こすんじゃないぞ。約束はできんが、努力はしよう。さっさと通れ。どうも。ここがドラボズ。初めて来たけど、なんだか活気がねえな。ここは火事の村だ。昔はあちこちから鉄を撃つ音が聞こえたもんだが。クライム、ゾルターンに話を通してきてくれないか？おいおい、ここまで来て何を今さら。俺は奴と喧嘩別れしてそれっきりなんだ。いきなり会ったところで話が面倒になるだけさ。いいだろう。まずは俺が話をしてくる。悪いな。ゾルターンは高台の火事場にいるはずだ。
きっとまだあそこを使ってる。行ってみよう。すまん、頼んだぜ。ゾルターンは高台の火事場にいるはずだ。きっとまだあそこを使ってる。ゾルターンは高台の火事場にいるはずだ。きっとまだあそこを使ってる。一体どんな喧嘩をしたんだか。一体どんな喧嘩をしたんだか。ブラックソーンのやつ、なんで今さら。できなきゃうちの村は終わりだぞ。落ち着けよ、村長が対策を考えてる。どうぞ好きに見てって。ちょうどいただくわ。どうもね、お客さん。私たちにも何かできることはないのかしら。家事のことは旦那に任せっきりだし。まずは節約と保存の効く食べ物作りね。村の炉が使えないなら鉄を掘ってもな。俺たち鍛冶師だって早く鉄を打ちたいさ。だけどこの状況じゃどうすることも。苦労して鉄を掘っても使い道がねえなんて。俺たちの仕事もなくなっちまうな。坑道の中は危ねえぞ。素人が入るんじゃねえ。妙な空の下でクリスタルが使えなくなって、この航路も動かなくなっちまった。おっとあんた、その先の崖には気をつけろよ。落っこちたら登ってこれないぜ。おっとあんた、その先の崖には気をつけろよ。落っこちたら登ってこれないぜ。うん、
ハム。どうぞ好きに見てって。毎度あり。父さんたちは何やってるの？大事なお仕事よ。あなたは家に戻ってて。力を入れろ。そんな日じゃ鉄を打つところじゃねえぞ。すまない、ここの村尾さんに話があるんだが。俺に何の用だ？あんたがゾルターンか？お前よそ者だな。鼻垂れビートめ、村に入れるなと言っておいたのに。よそ者に用はない。さっさと出て行け。会ってほしい奴がいる。俺に？誰だ？ブラックソーンという鍛冶師だ。ブラックソーンだと？ああ、この村に来てる。迷惑だ、連れて帰ってくれ。あんたとは兄弟弟子と聞いた。昔の話だ。くさ、ダメだ。やっぱりベアラーの魔法なんかじゃ鉄を打てねえ。大型のクリスタルが使えねえと、これ以上の火力を出すのは無理だぜ。奴とはもう縁を切った。それに見ての通り今は立て込んでいる。あんな奴に構ってる余裕はないんだ。分かったならすぐに村から出て行け。そうか、分かった。頼むよ村尾さん、また火事ができるようにしてくれ。よそ者にうろつかれるのは迷惑だ。さっさと帰ってくれ。ベアラーの魔法じゃ火力が足らねえな。ベアラーを集めてもこの程度か。何やってるの？大事なお仕事よ。あなたは家に戻ってて。火事ができなきゃうちの村は終わりだぞ。落ち着けよ。村尾さんが対策を考えてる。クライブ、ゾルターンと話はできたのか？ああ、話はしたが。それで断られちまったってわけか。まあ、やつならそう言うだろう。俺と会う理由もない。ブラックソーン、教えてくれないか？
ゾルターンと何があった？縁を切ったと言われるなんてよほどのことだぞ。俺は逃げ出したんだ。奴に村の全てを押し付けて。当時の俺は家事に質を求めていた。より使いやすく、より頑丈な武器や防具、実用と実利を兼ね備えた究極の一品。自分の腕の限界に挑んでみたかった。だが戦では量を必要とされた。より安く、より手軽に。度重なる戦ではその方が都合良かったんだろう。そしてゾルターンは村の方針として量を選んだ。それからは喧嘩喧嘩の毎日さ。質と量、相入れないんだからどうしようもない。村を潤すための選択と分かっちゃいたが、俺には我慢ならなかった。それでここから逃げ出したってわけだ。ブラックソン、ゾルターンの村長としての手腕は実際大したもんだったよ。たちまち村は潤って、村の連中も贅沢できるようになったんだから。しかし世の中うまくはいかないもんだ。クリスタルがなくなって炉が使えなくなるとは。昔シドから聞いたことがある。マザークリスタルが大地からエーテルを吸収するとき、少しばかり溢れ出る分があるってな。おこぼれってやつだろ。マザークリスタルの近くなら炉に使うようなクリスタルも使うことができる。でもドレイクファングが消滅してからはそれもなくなっちまって、ダルメキアの多くの地域で大型のクリスタルが使えなくなってるって聞いた。ああ、この村じゃもう火事は続けられん。死ぬのを待つだけだ。なあクライブ、この村に隠れ家と同じ炉を作ってやれねえか。あの炉を使って不意語で火を起こせばクリスタルがなくても火事ができる。俺がいつもやってるようにな。待てよブラックソン、俺は隠れ家の、俺たちのためにシドが発明したんだぞ。それをそんな簡単に。わかった、いいだろう。言ったはずだ、あんたに答えてやりたいと。それにマザークリスタルを全て破壊した後、いずれは広めるつもりだったんだ。人が人として生きていける場所には魔法に頼らず生きる術が必要だからな。この村が最初というだけさ。どうだオーガスト。俺たちの頭はクライブだ。お前がそう言うならそれでいいさ。ありがとうよクライブ。よし、なら早速支度するか。ああ、そうだな。二人とも手を貸してくれ。あの炉を作るには人手がいる。オーガスト、村の連中に声をかけて動けるやつを集めてくれるか。おう、任せておけ。クライブ、お前には不意後に使う素材集めを頼みたい。村の外に広がるコラバ牧地にはデザートサラマンダーって魔物が住んでる。そいつを倒して耐熱川を取ってきてほしい。わかった、すぐに取りに行こう。村の外に広がるコラバ牧地にはデザートサラマンダーって魔物が住んでる。そいつを倒して耐熱川を取ってきてほしい。ブラックソーンのやつ、なんで今さら。よし行こう。はっ、
苦労様。あれがデザートサラマンダーか。これだな。ブラックソーンに届けよう。よし。行くぞ。行け。ありがとう、アンブロシア。Thank you.
最後だ。暴れなければ戦わずに済んだもの。こんなに人を集めて何する気だ。不意語って新しい道具を作るんだとさ。何をお求めかしら。毎度あり。ちょうどいただくわ。どうぞごひいきに。鍛冶師が集まってやがる。何かあったのか。魔法が使えなくなるなってことは初めてだ。この村は一体どうなっちまうんだい。村長が頑張ってくれてる。信じて待とうよ。村の炉が使えないなら鉄を掘ってもな。俺たち鍛冶師だって早く鉄を打ちたいさ。クライブ、炉を作るのに動けそうな奴らを集めたぜ。よう、クライブ、炉を作るのに動けそうな奴らを集めたぜ。クライブ、戻ったか。あんたに頼まれた耐熱ガバを取ってきたぞ。ああ、確かにこれで支度はできた。炉と不意語の作成に取り掛かるとしよう。クリスタルや魔法を使わずにこんな火力が。ああ、これなら鉄が打てる。よかった、村は救われるぞ。ちょっといいか。さっきは邪険に扱って悪かったな。あんなに立派なもんを作ってくれて本当に感謝する。あんたらは村の恩人だよ。礼ならブラックソーンに行ってくれ。俺たちは手伝っただけだ。後で奴にこいつを渡してくれないか。これはブラックソーンが出て行った後試行錯誤して作り上げた特製の外胆だ。こいつを炉にくべれば高い火力を維持しやすい。より強固な鉄を打つことだってできるだろう。どうか
あんたらで使ってくれ。俺は奴の腕が羨ましかった。だから村長の仕事をしながらもひたすらに鉄を打っている。今もずっとな。だが奴には届かない。どんなに努力しても腕の差が埋まらない。村を出て自由に生きる奴に俺の腕ではかなわないんだ。悔しかったよ。直接渡さないのか。俺はまだブラックソーンを許したわけじゃない。なあクライブ、ひとまず隠れ家へ戻らないか。少なくともあの様子じゃゾルターンはブラックソーンに会う気はないだろう。それに今のブラックソーンを見ろよ。生き生きとしててなんか吹っ切れたように見えるぜ。ああそうだな。あいつはまだロト不意語の説明をしてるみたいだ。後で俺が連れ帰るよ。ならゾルターンから預かった外胆は帰ってから渡すとしよう。ああまた隠れ家でな。ブラックソーンはまだロト不意語の説明をしてるみたいだ。後で俺が連れ帰るよ。また隠れ家でな。ブラックソーンはまだロト不意語の説明をしてるみたいだ。後で俺が連れ帰るよ。また隠れ家でな。不意語の使い方にはコツがいりそうだ。一度慣れちまえば難しくはない。いいか、ここをこう。あんたたちすごいな。鍛冶師のやつらもみんな大喜びだ。村の危機を救ってくれてありがとうよ。驚いたな。鍛冶用のクリスタルなしでここまでの火力が出せるとは。これを発明したやつは天才だぜ。あいつひょっとしてブラックソーンか。まさかドラボズに戻ってくるとは。見てくれ、この道具で風を吹き込むんだ。風を送るとここまで火が強くなるんだな。魔法を使わずにこんなことができるのね。俺の火事場にもあの不意語ってやつが欲しいな。これからみんなの分を作るって言ってたよ。新しい炉ができたんだとさ。不意語って道具を使ってすげえ火力を出すそうだ。また火事ができるようになるんだってよ。なら俺たちの出番も近えな。報道の中は危ねえぞ。素人が入るんじゃねえ。おすすめは魔物の姿焼きなんてどう。栄養満点よ。最近の食事はどれも似たり寄ったりね。
近頃は食料も手に入れにくいって聞いてる。外に比べればまだマシさ。おかしいな、いつもまで売ってるのに。ブラックソン、オーガスト、もう帰ってたのか。ああ、今しがたな。あとは村の連中が頑張ってくれりゃいい。ゾルターンとは結局話すことができなかったよ。それについてあんたに渡したいものがある。外胆？こいつはもしかして。そうだったのか、ゾルターンが。あんたの腕を認めていたよ。そうか。俺は村を出たことに後悔はねえ。命を懸けて俺が撃った武器を、命を懸けてお前たちが振るう。これこそカジシミオリに尽きるってやつだ。だからこの外胆もありがたく使わせてもらう。少しでもいいものを作って、一人でも多くの仲間の命を救ってみせる。ゾルターンの火事が片手間じゃないってのなら、俺も寝ずにやってやるさ。あいつにだけは負けるわけにはいかねえ。ブラックソン、安心したぜ。すっかり元気になったじゃねえか。心配かけちまったな、二人とも。俺はもう大丈夫だ。やる気が溢れてくるぜ。よし、仕事だ仕事。なんだかんだ言ってやっぱり今でも兄弟弟子なんだな。ああ、お互いの存在が己を磨くきっかけになってる。羨ましいことだ。せっかくだし、ついでに仲直りでもしてくれりゃいいんだがよ。とにかく今回は一段落ってところだ。クライブ、いろいろとありがとうよ。感謝してるぜ。一仕事してやろう。何が必要なんだ。また来いよ。この臭みがいいんだよ。臭みを越えた先に待ち受ける絵も言われぬ幸福感。魔物の煮込みシューこそが究極の料理だ。絶対に魔物レバーのフリットだって。味、香り、食感、どれをとっても最高。至高の料理は間違いなくこっちね。
ドリスに事情を聞いてみるか。サロンにいるはずだ。最近の食事はどれも似たり寄ったりね。近頃は食料も手に入れにくいって聞いてる。語り部の手伝いでドミナントのことを調べていたんだが、どうやら彼らは一握りの血族にしか生まれないようなんだ。バハムートを生み出すルサージュ公家はもちろん、シバを生み出す北部の民も元はとある氏族。その血族に連なる者は皆エーテルの影響を受けにくい体を持つらしい。となると北部の民がアカシアになりにくいという噂も存外眉唾ではないかもしれないな。文献を見る限りチョコボはエーテル耐性が高いようです。だから他の生物よりもアカシアになりにくいのですね。古くから世界中で旅の友とされてきたのは彼らのそうした性質があってのことかもしれません。賢く頑健でエーテル溜まりにも耐えられる。チョコボほど頼りになる旅の相棒はいませんよ。待っていたよ。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。これまでの知識の断片がつながったぞ。備忘録を見たいのだな。知りたいことがあったらおいで。クロもエンタープライズに乗ってみたいな。テトもお船でバリスゼアを旅してみたいな。